はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。以前ですね、タヌキを育成するデッキを上げさせてもらったんですが、今回はその龍神バージョンというか、まあ、頭おかしいバージョンをアンリミでやっていきたいと思います。使いたいのはレビールの無法者ですね。まあ、タヌキでもいいんですけど、こっちの方が派手だし面白いかなと思って組んできました。バフするごとにですね、自分自身で 1,2 バフしていきますね。どん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 でかくなっていきます。で、ローテにはそんなにバフカードないんですけど、アンリミだったら、まあ、プリンセスヴァンガード、1個ソロを簡単にバフできたりだとか、あとは星の鎧で対象選択できないことで耐性を付与していくっていうのもありますし、プリンセスキスですね。これがね、めちゃくちゃ使いたかった。ニュートラルフォロワー限定ですが、プラス24バフという破格の能力になっていますんで、この辺を使ってね、レビルの無法者でムキムキにバフして殴ろうという構築になってます。で、もう一個ポイントがあって、この不朽の王女、これでですね、1ターン目に、レビルの無法者勝手でプレイできますんで、まあ、計6枚無法者詰めてると。なので、まあ、1ターン目で結構安定してプレイできるという構築になっております。いや、これは結構ね、境界に近い龍神ムーブできますんで、やっていきたいと思います。はい、対戦相手はウィッチ、そして先行になりました。まあ、まずは、まあ、ゼンマリですね、もちろん。はい、王城か、まあ、本体。あ、来た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 、これは熱い。これは熱いぞ。鎧来ないかな。多分、二次されちゃう可能性あるんで、鎧来てくれた方がありがたい。ニコス3点って積んでんのかな？あー、防塵か。おお、来た。これはやばいだろ。選択不可の25が突然盤面に現れる。まあ、次、剣戦でバフになるかな？効率考えたら。防塵、まあこれ守護なのちょっと鬱陶しいですね。まあまあまあ、ゆっくり育成していくか。剣戦でじゃあバフ。ちょっともったいない。いや、幕開けの方がいいのかな、これって。幕開けの方がいいか。はい、ぶつけて、1バフ必殺付与36。これもう手つけられないでしょう。ウィッチでこれ取ろうと思ったら結構困るよな。わかんないけど。まあなんか、ペインレス対策とかで、ファイヤーチェーンとか流行りましたっけ？まあなんかありましたよね、昔。輝きはまあまあまあ、ここにしか打てないと。で、エンドでしょ、おそらく。知恵とか打てますけど。マーシャルゴーレム出して、まあ終わり。プリバンもいいっすね。プリバンもいいな。まあとりあえず研磨確定。はい、研磨で5、6、8、6、8。いや、幕開けでいいか。はい、幕開け置いて、とりあえず6級まで育てておきたいですね。ゼルガネイアとかないですし、まだ間に合わないな、そもそも。虹でまた、ここ返せないのマジで嫌でしょ、相手。まあ、このマッチやっぱ星の鎧全力マリガンというか、探しに行きたいですよね。一応まあ、ランダムダメージを相手持ってるので、そこぶつけて進化当てとかされたら、まあ、後々取られる可能性はありますね。このターンで処理っていうのはまず無理だと思いますが、悪役とかも当然対象選択できないわけですからね。ただまあ結構スペバー回されてる。結構ね、理想的な。いや、めちゃくちゃ引きいいな。引きはいいけど、まあでも、鎧が全てを破壊していく。泉。ありがとうございます。ありがとうございました。リーサルだったかな、このターン。プリバン出して、あ、リーサだったかもしんない。食いぶれでもう進化で終わりだった可能性高いですね。ありがとうございました。はい、対戦相手はネクロ、そして高校になりました。ネクロマンサーか。いやー、できタイプいろいろありそうですけどね。鎧はもっと着たい。鎧はもっと着たい。いやー、オッケー。素引きしたか。せっかく不屈の王女入ってるんで、不朽の王女か。あれ入ってるんで、引きたいところでしたけど、まあまあ、当然素引きでもいい。100期ってことは、まあ、ミント型ですね。まあまあ、これ昔から流行ってるタイプですけど、未だに強いと。おー、プリンセスキスある。強いけど、顔詰め切れるかどうかですよね。ここ処理札あんのかな？ハングリスラッシュで積んでましたっけ？レディーラー、オッケー。まあ、多分もうこれで追いつけないと思います。鎧つけたら。はい。25ですからね。25選択負荷は、まあ、必殺でぶつけるとかしないと相当突破しづらいはずですが、まあ、問題、レディーグレーが、いることですかね。放置してると顔殴ってドレインできてしまうんで、そこに当たるか。まあまあ、オッケー。じゃあ次、プリンセスキスでもう一生。50選択不可。いや、僕、プリンセスキスってカードめちゃくちゃ好きで、レイジ出た時も結構持ち込んだりしたぐらいのファンなんですけど、ここでね、うまく使えるのは本当に嬉しいですね。いや、ずーっとこれ使いたかった。
百夜行。うん、ただ回復量がちょいちょいあるのが鬱陶しいですね。といってもこのターンでミントプラス沈黙はできなかったので、まあ次のターンになってくるか。あーちょっと厄介ですね。まあ剣舞打ってになるかな。うん、プリバンでここバフして剣舞打ってですよね。剣魔それもいい。どっちがいいんだろう。剣魔の方がいいのかな。70でしょ。で剣魔打って、あーでもレディーグレイ放置するのがちょっとめんどくさいか。まあこれでいいかな。剣舞ってもう顔進化で、はい。まあゼルローテだったらゼルガネイア飛んできておしまいなんですけど、アンリミですからね。で一応まあ万が一必殺でここ取られたとしても、まあプリバン進化の剣魔で、延年入ってるんだ。うわこれちょっとやらかしたかな。まあでも放浪する料理人いるんで、料理人でどうこうできるかもしれない。2分の1で当たりますからね。あー3分の1になったか。あーいや剣舞打ったのミスだったかな。いやでもこのカードあんま入ってないからな最近。まあとりあえず料理人出して進化でしょ。進化するのは OKOK で、それで、はい、あありがとうございました。まあなんか諦めてくれましたね。 OK。いやーこのマッチアップもまあいけそうですね。1ターン目さえ着手できれば。はい、対戦相手はエルフ、そして高校になりました。これお互いバフし合うデッキの可能性あるな。だとしたら高校ガンフリではないでしょうか。ただ相手も1で確実にプレイできるわけじゃないとは思うんですけど、これ高校ガンフリだな。1コスプレイされたら結構笑わないこれ。あ、でもリノか、普通に考えたら。なんかリノっぽいですね。じゃあ、とりあえず王城行きますか。はい。これ出しといて、まあ、これでどうにかですよね。勝利されないことを祈ります。あ、やばい、リノ対空ある。やめろ。対空はなし。対空、よし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 。まあまあ、対空は3枚しか入ってないですからね。もう対空させませんよ。鎧ありますから。まあ、鎧今のうちに打っといて、毎回鎧引けてるな。まあただ今だと鎧じゃなくてもよかった気もする。あのランダムバウンスあるんで相手には、まあそれ食らっちゃうとちょっと厄介ですかね。うん、オッケーオッケーオッケー。もうこれ追いつけないでしょう。まあランダムバランス考えれば、プリバンを置いといた方がいいということになりますが、プリバン出してバフ、はい、でパワー5にして顔面殴ってと。オッケーオッケーオッケー。もう無理でしょ。あと3でこれですからね。なんかあるかな。まあこっちをなんとかしょった後にランダムバウンス、だから対空プラスバウンスの2枚がハンドにある必要ありますね。自滅、あランダムバウンス、さあどっち、よし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 、むしろむしろ塩を送る結果になりましたが、プリバン、まあプリバン2枚でいいんじゃないかな。5ターンリーサルまだないでしょう。9、11、何がやばいって、これもう返したところでプリバンいるんで、普通にこの辺進化でリーサル取れちゃうことですよね。リノー今パワー3、さあ、あーでもねロックがあるんですよね一応相手。ロックがあるんで、それやられてしまうと、ちょっとまだわからない。いたずらでまずバウンス見ますか。あー、返された。まあ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 、さっき当たんなかっただけ運がいい。ロック持ってるかな。入れてる？今のリノってどうなんだろう。よし、リノ出して。まだ走ってないんですよね、これ。よし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 。もうバフならいくらでも入ってますから、めっちゃ声でかくなっちゃいましたが。では。まあこれでいいか。教え打って進化フェイスでリーサルさん、ありがとうございました。オッケー。いやちょっとでもヒヤヒヤしましたね。ランダムバウンスの当たりどころ次第では全然負けれましたが、まあもともと高校っていう不利な状態で始まってるんで、まあ結構有利マッチかなという気はしました。あでも対空やったらわかんない、どうなんだろうな。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。一応今回の動画では、レビールの無法物を主体で使いたかったんで、これだけのね、ギミックのデッキになってたんですけど、もう一個案がありまして、ディオネを
抜刀で出すタイプ、まあ、これアグロできますし、で抜刀で出した後撤退を打ってゼロコゼデッキに混ぜて王城で出すっていうコンボもありますから、だからまあ王城をうまく使うんであればこっちの方の方が結構フィニッシュ力も上がっていい感じですかね。ただね、その分事故率とかも上がりますんで、まあ無法者特化型は組みやすいですから、そっちで回してもいいし、もうちょいロマンを求めるんであればね、このディオネーバット採用型もありだと思いました。はい、というわけで、今回の動画はこれまでになりますが、ご視聴ありがとうございました。それでは。